こんばんは、あこです。とドラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は前回のドラシリーズに引き続き第2弾の動画となっております。今回は何を教えてくださいますか？今回は、はい、飛ばすために最も大切なことは何か、飛ばしのすべてについて語るような内容となっています。おー、非常に濃い内容ですので楽しみにしてもらって大丈夫です。大丈夫です。はい、楽しみにしてます。前回の動画とつながっている部分があるので、前回の動画をまだ見てくださっていない方はぜひそちらを見てほしいと思います。前回の動画のリンクはこちらに出しておくので、よろしければ第1弾からご覧ください。それでは早速やりますか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。それではね、今日の本題に入っていきたいと思います。まず皆さんにクイズを出したいんですけど、はい、3択です。最も飛ぶ下半身の使い方として、はい、右足のかかとで蹴る、うん、左足のかかとで蹴る、うん、左右どちらかの母子球、つま先でもいいです、うん、で蹴る、これどれが一番飛ぶかってことですね。皆さんはいかがですか？言ってしまうんですけど、はい、右足のかかとです。で、ちなみにこれ順番に直すと、はい、一番飛ぶのが右足のかかと、はい、次が左足のかかと、はい、最後が左右どちらかのつま先です。うん、まあ、僕のようにね、小柄の方、やっぱ飛ばしで少しでも飛距離を伸ばしたい、うんうん、もう飛ばしに特化したい、そういった方におすすめの打ち方ですね。ではなぜ右足のかかとで蹴った方が飛距離が出るのか、はい、っていうのも順を追って説明していきます。はい、お願いします。お願いします。まず飛ばすために最も大切なのはシャフトをいかに沈ませるかってことです。もうどれだけ筋肉があろうが力が強かろうが、シャフトがしなって弾き飛ばすっていう力には勝てない。じゃあこのシャフトをどれだけ沈ませられるか、その方法はテコの原理ですね。もう皆さんご存知のテコの原理、支点力点作用点。あ、そうですね、支点力点作用点、はい、っていうところでテコの原理を使ってクラブをもう折るようなイメージ、うんうんうん、どの時にそれが働くか、テイクバックのこの切り返しの瞬間ですよね。うん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 、この瞬間でこのシャフトがぐにゃっと曲げられてシャフトがしなってくると。じゃあこの時に左足が支点で切り返す時と右足が支点で切り返す時、うん、どういうふうにクラブが変化するかっていうのを、ちょっと見てもらおうと思います。はい、お願いします。左足がまず支点で、ね、こっちですね、左足一本で蹴っていくっていうふうになります。はい、右足一本でやっていきます。右足一本でやっていくと、おお、すごい音に違いが。左足一本の場合はクラブを引き切った位置から斜めにテコの原理が働いてシャフトは横に動くんですね。では右足で蹴るとどうなるか、真下にテコの原理が働いてクラブが直角に降りてるんですよね。というふうにテコの原理を、大きく使うためにはクラブを真下に振っていく必要があります。このクラブが左足で蹴ってしまうと大きいコの字を描いてあまりしなってくれないと、こういうふうにね、こうやって斜めに移動してしまう。でも右足でやるとね、クラブは真下に急激に引っ張られるので、うん、大きくしなってくれる。その部分だけ見てもしなってますもんね。そういうことですね。まずこれが家の一つです。はい、じゃあ右足のつま先でもいいじゃん、母子球でもいいじゃん。あ、右側でしたら、うんうん、そう、右側だったらどっちでもいいんじゃないの、うん、っていうのが当然出てくると思います。かかとである必要なんでか、ちなみにあこさんどう思います？せっかくなんで今パッと思いついた答えとしては、つま先よりもかかとの方がお肉が詰まってるので。お肉が詰まっているなるほど。つま先ってこう指が分かれてて空洞があるじゃないですか、指の間に、はい、ここの体積とかも考えたらギュッと詰まってて肉塊でグッと押し込めるので、テコの原理で発生するパワーも大きいのではないかなというイメージを浮かびました。肉塊でギュッと押し込める、はい、
すげえパワーワードが出たでも惜しいですね。正解としてはかかとの方がたくさんの筋肉を使えるからです。なんで、かかとの方がたくさんの筋肉を使えるか、これ実験してみてほしいんですけど、はい、皆さんもやってみてください。つま先立ちになってもらって、次に指先をグッと押し込みます。筋肉に力が入っていないってことを確認してください。で、これの状態でつま先ジャンプする、連続でやってみてください。これとつま先を逆に軽く上げてかかと体重になってください。かかと体重で同じように指先を当ててかかとだけでジャンプする。なんかめちゃくちゃ笑ってる方がこういるんですけど、今からやってもらいますか。なんかウサギさんみたいなのがいた。ウサギさん、今からやってもらいますからね。まずはつま先立ちから、はい、でお尻で指先グッて押して、お尻に連続ジャンプしてみてください。はいと、はい、今度かかとに体重かけてかかとだけジャンプしてみてください。はい、どっちの方が力入りますか。かかとの方がギュッと硬くなってる気がします。そうだね、かかとの方が張ると思います。はい、っていうのも筋肉のつながりとして、お尻の筋肉はかかとと連動しているので、かかとの方がどうしても力が入れやすいんですよね。このつま先で立った状態でこのままかかとにこうやってシーソーみたいに乗ると、お尻にこうガッとこう力が寄った感じがする。あ、すごくいい表現使ってくれましたね。うん、でも本当その通りなんですよね。あ、すごい。まさにそういうことで、足の筋肉だけね、うん、を使うのと、足プラスお尻の殿筋と大腿四頭筋の中でも特に外側広筋はよく使いますね。うんうん、あと大腿二頭筋群とか、うん、まあ、太ももの筋肉全体を使うんですけど、まあ、ここの筋肉をじゃあ使っていきますっていう時に、前側だけ使うのとお尻も使いましょうよ。シンプルにお尻も使えた方がそらパワーは出ますよね。ただまれにですね、つま先だけでもお尻の筋肉が使えてしまう方がいます。やっぱそのボディコントロールが上手で、このかかとに体重をかけなくても感覚でね、お尻の筋肉を使える方、あごさんはそのタイプだと思います。昔高跳びもやってたんですよね。そうですね、趣味程度なんですけど、僕も陸上競技走る方をやっていたので、後ろ側に体重をかけなくてもお尻の筋肉を使えてしまうんですよね。でそういった方はもう無理してかかとの方に体重をかけなくても、お尻の筋肉、つまり足の筋肉全部を使って打っていくことができる。ただそういったことが、特になく、お尻の筋肉を使う感覚がないよっていう方は、ぜひね、このかかとで蹴るっていうのをちょっと練習してみてほしいと思います、うん、はい。でさらに、はい、ここで、前回の動画とつながってくるんですけど、前回右足のかかとから左足に体重を移動していくっていう話をしましたね。はい、ということは右足で蹴るイコール左足も使えるわけですよ。だ右足だけでこうやって蹴っちゃったら、で左足を一切使えませんって、まあ、無理ですよね。左にこう飛んでっちゃいますもんね、うんうんうん、こうやってギューンってボーンってね行ってしまうと。でも左足一本はできちゃうんですよ。左足一本でグッて振ることができてしまう。両足使って地面を蹴るのと片足だけで地面を蹴るの、どっちの方が強いかって言ったら両足使った方が絶対強いですよね。なのでシンプルに体中にある筋肉全部使ってスイングしましょうよ。力が上がれば上がるほどこのテコの原理が強く働いてくれる。なんでシャフトがさらに大きくしなってしなって、ヘッドスピードもパワーも全部上がってくるよっていうことなんですね。はい、まあ、これがそのトップアスリートの方々がなぜ他の人よりも運動神経がいいのか、まあ、何をやっても、例えばボールを投げるにしても、ボールを打つにしても、ジャンプするにしても、やっぱりトップアスリートの方ってすごい記録を出すじゃないですか。はい、これはこの大きい筋肉を使うっていうのがもう感覚で分かってるんですね。例えばすっごいムキムキマッチョな人でも、ボール投げが全然飛ばないっていう方いらっしゃるんですよね。でそういう方で多いのが肘の位置がこう下がっていて、この肘から先の力だけでボールを投げている。肘を肩の高さへもクイッと上げて、この大胸筋から肩の筋肉で腕全体を使って、胸から腕がつながってるイメージでスッと
投げていく。そうすればたくさんの筋肉を使えるので、腕のこの振り幅も、大きくなりますよね。こういう風に振るのとこれだけで振るの、うん、全然振り幅が違うと思います、うん、まあそういったことがトップアスリートの方々との差があると。これがゴルフでも同じことが言いましたっていう内容です、うん。まあ、せっかくなのでこのお尻で飛ばすっていう感覚をつかみやすいドリルを紹介しようと思います。まずはバランスを取ってみると、こういう感じですね。おお、すごい。ジャンプしてみてください。あ、そう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 、はい、いい。